赤いリシトドは、スズメメホウジロカに分類される鳥類の一種。全長13.5から15センチメートル、体重20から25グラム。成長は短い灰色のくちばしを持ち、頭頂部は灰色で黒い帯に挟まれ、黒い下眼線があり、頬の下にも黒い線が走る。口頭と胸の両側は赤茶色で、翼には2本の白い翼体がある。喉は白く、 腹部はお白色で脇にかけて茶色くなり胸に黒い斑点がある。若鳥の羽の色は不明瞭で頭部の模様もはっきりせず薄い黄土色の地に茶色い島が入る。赤茶色の襟はなく腹部に島がある。メキシコの東南端から笛ゴ島にかけての山岳地帯とイスパニョーラ島に分布するがアマゾン盆地では見られない。 高度600メートルから4000メートルの地帯に多く見られるが、ところによってはより低い地点で見られることもある。農耕地、庭園、公園、寒木の多い二次植生など開けた場所を好み、都市部や郊外にも生息する。巣は植物性の材料を用い、細い草を敷いた酒型で地上の絡み合った植生、寒木焼きの低いところ、 壁のくぼみになどに母鳥が作る。褐色の反転のある緑がかった青色の卵を2、3個産み、母鳥が12から14日間を放卵する。ひなの球児には七鳥も参加する。赤えりしと土は25から29の亜種に分けられている。一般的に沿岸部の森林に生息する個体は小柄で、中型の個体はアンデス地方に見られ、大型で黒っぽい個体は、 テプイに分布する。最大の亜種、ZC ペレスチャインスレイは、腹部が灰色で、赤茶色の襟は、黒点の帯となって、胸まで伸びており、別種とされる可能性がある。赤襟シトドの鳴き声は地方によって変異が大きいが、鋭い、チップは共通している。低いところに止まって発する、オスのさえずりは、普通音節を不明瞭に続けて、口笛を吹くような、TTO。 AA、または、tot で、最後に、フル古オンが来る場合がある。地上に落ちた、種子、穀類、昆虫類、蜘蛛を食べる。つがいで小さな縄張りを保つか、小規模な群れを作る。性質はおとなしく、人を恐れない。ありがとうございます。